カーロイ四世の復帰運動は1921年にオーストリア・ハンガリー帝国皇帝であった。カーロイ四世がハンガリー王国国王に復帰しようとした一連の動き。この運動は摂政ホルティ・ミクローシュによって退けられた。ハンガリー王国摂政に就任するホルティ1920年3月に成立したばかりのハンガリー王国は不安定であり。 国王が誰になるかをめぐって動揺があった。王国成立前に擁立されたオーストリア大公、ヨーゼフ・アウグストは、ハプスブルク家の復活を恐れる周辺諸国によって事態を余儀なくされた。このため、ハンガリー王国の成立に功があった、フォルティミクローシュ海軍中将が摂政として王国の全権を握ることになった。しかし、オーストリア・ハンガリー帝国皇帝カール・イセイが、 ハンガリーをカールイ4世として、ハンガリー王国に復帰し、オーストリアハンガリー帝国を復活しようと狙っていた。カールの福井の試みは、フランスの密かな支援のもとに行われた。フランス首相アリスティード・ブリアンはカールが政権を握ることに成功した際には、彼の政府を承認し、支援すると約束した。カールの事態によって実現しなかったが、ブリアン首相はカールに、 フランス軍を自由に使うことさえ進めた。フランスは公式には王政復古に反対の立場をとっていたが、カールの福井に向けた動きの裏には、フランスの支援があったことが、今日明らかとなっている。1921年3月26日、ホルティが休暇に出ている隙を狙ってカールは、ハンガリーのソンバト兵に入った。カールは、国民軍の実力者、レハール・アンタルなど、 複数の政府交換の指示を受けていた。27日には応急に入り、ホルティに対してオーストリアへの進撃を要求した。しかしすでに内戦で疲弊したハンガリーにその力はないと判断していたホルティは要求を拒否した。両者の間での話し合いはつかず、3週間の猶予だけが決定された。ホルティは、この猶予期間中にカールがウィーンに進撃するか、 スイスに戻るかと判断していたが、カールはオーストリア進撃に関係なく、フォルティが自分の福井に動くと予想していた。しかし、ハプスブルク家の復活を嫌った周辺諸国は反発し、3月28日にチェコスロバキアとユーゴスラビアの施設は、カールの福井は両国との改戦理由になると警告した。一方、ハンガリー議会でも、 ホルティ支持とカールの逮捕を求める決議が満場一致で可決された。すべての取引は公的に拒否され、カールは4月6日にスイスに戻らざるを得なかった。カールは福井を諦めず、列強やハンガリー国民が福井を支持すると考えていた。しかし、ハンガリー国民の大半は冷淡であり、この間に支持する動きを見せなかった。この騒動で疲れ切った。 テレキ・パール首相は4月14日に辞職し、ベトレニ・シュトバーンが首相に就任した。ベトレンは今後10年にわたって首相を務めることになる。6月、ホルティとベトレンがカールの福井に動かないとハンガリー国内で応答派や政党主義者が大規模な政府攻撃を行った。8月にはホルティとベトレンの政府、 特に農商ナジャータド・サボー・イシトバーンが中心となって、政党主義者との話し合いが行われた。その月のうちに政府はカールの復帰のための準備を開始した。この月の終わりにハンガリーの大臣はフランスの外務省にカールの復帰を求める世論が高まり、副壁はやむを得ないと告げている。ハンガリー国王カールとハンガリーを押しついた10月21日、 ベトレン首相は政党主義者との話し合いで、王政復古は権利として認められ、必要とされていると述べた。これを受けてカールは、国事不瞰与生命は脅迫されていったもので、無効である。今は列強との復帰交渉を始める、絶好の機会であると宣言した。ただし、彼は武力による復帰には反対していた。10月23日には、ブルゲンラント州の帰属を決める。 国民投票が行われる予定であり、王政派はこの際に混乱が起きると判断していた。王政派は混乱に乗じて政権を掌握するべきとカールにメッセージを送っており、22日にカールとその妻ツイタはハンガリー国内に入った。この際にもカールにはフランス首相ブリアンからの非公式な支援があった。ホルティはカールの声明を受けてハンガリーが破壊される、 危険性があるため権力を保持すると声明し、ハンガリー軍に対して、忠誠を要求した。また、チェコスロバキアユーゴスラビアルーマニアで形成される、小教小諸国は、カールの復帰拒否を再確認した。カール支持者が越境して、西ハンガリーに入り、軍の有力者レハールとオステンブルクモラベクジュラは、カールのために軍を動かし、カール支持のデモ行進を行った。 10月23日朝、カールは走行列車でブダペストに向かい、9時にはブダペスト近郊のケランホールド駅までに迫った。しかしその頃、チェコスロバキア軍が動員を開始したという情報が入り、ブダペストに戒厳令が敷かれた。イギリス大使、トマス・ホーラーはその日の午後に、カールがブダペストに入ると予測し、全てが失われたとロンドンに報告した。 しかし中立的な立場を取る将軍ヘゲドシュパールは、カールが一人でホルティとベトレンに面会するべきと勧めた。またこの行動は狂気の行いであり、イギリスがハプスブルク家の復活を認めない、カール軍を迎えれば、一週間以内にチェコスロバキア軍が攻撃すると警告し、ホルティ軍との仲介を買って出た。このため、カールの軍は一時停止した。 ヘゲドシュとカールが会談した後、ホルティとゲンベシュ・ジュラが駅に赴き、カールと会談を行った。カールはオーストリア・ハンガリー帝国の復活を語り、ゲンベシュはカールの軍がオーストリアとチェコの冒険家で構成されていると反論した。正午ごろ、駅に接近しようとしたオステンブルク・モラベク軍の先法隊が政府軍と衝突し、死傷者が発生した。この報告は、 カールの側近にも届き、彼らは内戦の発生を危惧した。このため無血入場を望んでいたカールは内戦の可能性を警告していたホルティを信用するようになり、内戦回避の方向を模索し始めた。さらに、軍の指示もホルティに集まった。10月24日午前8時、ホルティ政府側からカールの軍の武装解除と退位宣言に署名するという条件で、 カールと支持者の身の安全を保障するという要求が突きつけられた。カールがこの条件文を読み出したところ、流れ玉が列車に当たった。これは条件に腹を立てたレハールとオステンブルクモラベクが最後の抵抗を試みたもので、急いでカールを車内に入れ、列車は西に向かって走り出した。しかしカールは窓を開けて叫んだ。レハール、オステンブルク、止まれ。 そしてここに戻れ。私はこれ以上の戦いを禁じる。これ以上の戦いは無意味だ。その後カールは条件文に署名し降伏した。ホルティの政府は危機から脱出し、多くの政党主義運動家が逮捕された。カール夫妻はエステルハージ毛立白爵の領地に一時保護された後、タタの修道院で逮捕され、軍の監視下に置かれた。 カールらが逮捕されたにもかかわらず、チェコスロバキアとユーゴスラビアは、国境地帯から軍を撤収させなかった。10月29日、チェコスロバキア外相エドバルド・ベネシュは、ハプスブルク家の範囲がなければ侵攻すると、最後通帳を行った。ホルティはこれに激怒し、軍の動員を計画したが、ハンガリー駐在のイギリス大使ホーラーによって、制止された。11月1日、ベトレン首相は、 交渉を列強に委託し、その決定に従うと発表した。また、ハプスブルク家を排除する法案が議会で成立するだろうと保証した。ホルティは彼の参謀に促され、すべての武装勢力が西ハンガリーから退去するよう勧告し、ブダペストに戻った。ベトレンの生命とホルティの勧告、そしてベネシュに対するイギリスとフランスの厳しい警告が危機を収めた。 11月3日、イギリスの法官に乗せられたカール夫妻はどこに連れて行かれるかも知らされぬまま、ハンガリーから出国した。同日、ベトレン首相は1713年の告示証書を無効とする法案を議会に提出した。この告示証書は新生ローマ皇帝カール6世が娘のマリア・テレジアの継承権を認めさせたものであり、この証書が無効になれば、 マリア・テレジアの子孫であるハプスブルク・ロートリンゲン家のハンガリー王位継承権が失われるというものであった。11月6日には法案が通過し、事態は収集された。ありがとうございます。